東京大学大学院新領域創生科学研究科研究課長の徳永智親です。私どもの公式ホームページを訪れてくださりありがとうございます。新領域創生科学研究科の名称は新領域を創生する科学を志向する研究科として、成長発展することを通し世界の将来に貢献することを意図して研究科が創設された1998年に名付けられたものです。科学の重要な活動の一つは真理の探求であり、これまでさまざまな領域において研究を進化させることでその発展がなされてきました。このような活動が重要であることは論を待ちませんが、一方で現代社会では既存の領域を深めるだけでは解くことが困難である課題が山積みとなっています。人類が現在抱える深刻な課題に立ち向かうこと、さらには豊かな社会を創造していくための重要なアプローチが領域を超えて共同するというアクションであり、領域を超えるという発想を持つことだと思います。私自身は私たちが生活する社会の基盤となる地下環境の保全と有効活用、地下を流れる地下水、水循環などを研究の対象としています。そこでは物理、化学、数学等を駆使した基礎的な研究を丁寧に行っていくことに加え、社会と自然環境との関わり、人の気持ちや思いを意識した研究活動も不可欠です。幅広い観点からの研究は様々な学問分野との交流、共同、相互の研鑽等を通して行われるものであり、それ自体が新領域を構築するものであるという感覚を大事にしながら研究を行っています。本研究科はその創設以来25年間が経過しました。その間、新領域を創生するという精神を受け継ぐ多くの修了生を様々な分野に送り出してきました。東京大学の150年近い歴史の中で25年間はわずかとも言えます。しかし本研究科のこの期間の活動の密度は濃く、国際的に高い評価を受けた多くの研究成果を上げています。さて、柏キャンパスが立地する柏の葉地区は都市開発のフロンティアとして国内外に知られており、これからもさらなる発展が期待される地域です。本研究科は柏の葉地区において最先端のまちづくりの仕組みや地域ネットワークの創出にも貢献してきました。現代社会は極めて速いスピードで変化し発展していますが、本研究科は柏の葉地区における社会の現実と深い関わりを持つ教育研究活動を実践すること等を通し、社会の動きを俊敏に感じ取り判断する洞察力、時代とともに変化する社会課題に対峙する実践力、人類社会や生態系、地球環境等の将来が豊かなものであるためのビジョンを構築し、社会と共有することを牽引する実行力を養成するとともに、既存の学問領域を超えた視点を持ち、知の冒険を力強く実践する場として発展を続けていきます。本研究科は、新領域創生を目指すチャレンジの機会と場を、学生、教職員、関係者の方々とともに創出していきます。ぜひ私どもの活動に継続して興味をお持ちいただき、ご一緒に未来に貢献する研究教育活動に関わっていただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。